本田康やすしげは、大ーゼゼ藩の、第十四代の藩主。高春慶本田家、宗家十四代。天保六年十二月六日、第十二代藩主、本田康やすよしの六尾として、ゼゼで生まれる。安政二年三月、第十三代藩主である兄、高徹の養子となる。安政三年四月七日、兄の隠居により、家督を継いだ。幕末期は、 京都御所警備、和宮警護、公明天皇の岩清水、八幡宮行行の警護などを務めたが、工場は幕府に対して、徴収政党に反対する、提言書を出したりしている。源氏元年の禁門の変では、御所の警備を務めた。しかし藩内では、尊王派と砂漠派が、藩の主導権をめぐって争い、このために、第14代将軍、 徳川家持のゼゼ宿泊が中止になるほどであったが、藩内部で、やがて砂漠派が力を盛り返し、尊皇派11名を処刑した。しかしその後、砂漠派であった、河瀬太兵が尊皇派に殺されると尊皇派が力を盛り返し、慶応4年の母親戦争では新政府側に組みして、伊勢桑ワ藩攻めに出兵した。工場は諸藩に先駆けて、 反赤奉還を願い出て、明治2年6月、反赤奉還により、是々ハ知事に任じられる。明治4年7月、廃藩知見により、治藩辞職を免職された。明治17年の家族例で死者区に除せられる。明治35年、現新党大教第三大官長に任じられ、12位に少女された。明治45年2月28日に死去した。 死因は脳一血とされる。ありがとうございます。